平野紫耀親友からの驚きの電話。その内容にファン大興奮。皆さん、こんにちは。今回は元、キングプリンスのメンバーであり、俳優としても活躍する平野紫耀さんに関する驚きのエピソードをお届けします。8月14日、彼が行ったインスタライブ中に起きた出来事は、ファンたちを楽しませ、驚かせることとなりました。 どうぞお楽しみください。日本のエンターテインメントシーンで和洋風美した平野志陽さん。彼の魅力的な外見と才能は多くの人々を引きつけてやみません。8月14日、平野志陽さんはインスタライブを行った際、意外な出来事が起きました。その瞬間、視聴者たちは彼の人間にあふれる一面を垣間見ることとなりました。 インスタライブ中、平野さんの携帯電話が鳴りました。その瞬間、彼の表情には驚きと緊張が交錯しているのが伺えました。え、俺の親友から電話来たんだけど、これ今出たらやばいよね。と動揺しつつも平野さんは電話に出ることを選びました。その背後には、彼の親友との特別なつながりが感じられました。電話に出ると、平野さんは、どうした 今、インスタライブしてる、と伝えると同時に、見てんのにかけてくんなよ。バカじゃないの。というまたっぷりに突っ込みました。最後には、ありがとう。じゃあね、と、親友との和やかなやりとりを披露し、ファンたちを微笑ませました。しかしこの驚きはまだ終わりではありませんでした。平野さんは、その後のコメントで、さらなる驚きをファンたちに提供しました。 彼は親友について僕のファンの方ならお察しがつくんじゃないかなと思います。僕と似た体型のゴリラっぽい方というか、ゴリラなんて言えばいいかな、顔がモアイっぽいというか、誰かは言わないけど親友の子と綴りました。その言葉から平野さんと親友の関係性の深さと彼のユニークなユーモアセンスが伝わってきます。 平野ノシさんのインスタライブ中に起きた驚きの電話。親友とのやりとりから垣間見える彼の人間味あふれる一面はファンたちにとって大きな魅力となりました。そのユーモアあふれるリアクションや親友についての秘密の暴露によって平野さんのファンたちは新たな視点から彼を楽しむことができたことでしょう。読者への挨拶。 今回は平野耀さんの魅力的なエピソードをお伝えしました。彼のファンであれば、彼の人間味ふれる一面や、親友との特別な瞬間に胸がほんわかしたことでしょう。エンターテインメント界の輝かしいスターの一面を知ることで、ますます彼に対する愛情が深まることでしょう。引き続き平野耀さんの活躍に注目です。 以上で記事を終えさせていただきます。お読みいただきありがとうございました。